温まってきたね。温まってきました。脱ぐ。次温まるよ。前に来たの。まあ、このイベントをやるにあたってですね、まあ、出演してみたい方いらっしゃいますかってお声をかけたらですね、なんと鹿児島の方が連れまして、はい、今日はるばる3時間かけてこちらへやってきました。終わった後グリーンランド行くそうです。はい、完全に旅行しに来てるこの方をご紹介しましょう。シークロかけてやってまいりました、シンクの大番頭と言います。よろしくお願いします。はい、今聴いていただいたマジンガー Z なんですが、今日はですね、マジンガー Z のような昔のアニソンから最近のちっちゃい子たちがよく見てるアニメソング、特撮ソングを、歌いたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、では次はですね、新旧の、まあ、皆さんどこかで聴いたことあるような曲をメドレーで聴いていただきたいなと思います。では曲の方お願いします。一筋の流れ
そしてデジモンアドベンチャーからバタフライでドラゴンボールスーパーから、限界突破サバイバー聞いていただきました。ありがとうございました。はい、寒くないですか？暖かいですか？僕ちょっと寒いでマフラー巻いてますけど、寒い方の向こう行くと幸運の白い蛇も首に巻けるみたいなんで、ぜひ幸運欲しいとか寒い方の向こうで、ね、ハッピー来た方がいらっしゃるんで参りいただければなと思います。はい、で次なんですが、次もちょっとメドレーを聞いていただきたいと思うんですが、で今日もあそこにヒーローが来てくれてるんですけれども、そんな昔から、ね、歌い継がれているいろんなヒーローの歌を、でそこで聴いてる、ね、ちっちゃい子たちも知ってる歌も出てくると思うんで、一緒に歌っていただけたらなと思います。では、特撮ヒーローメドレーお願いします。
が出ない。すいませんね、なんか出るの嫌がってるみたいで。うまいこと繋がらなかったみたいで、今のメドレーもう一回最初からやり直します。
はい、宇宙刑事ギャバンその1その2で仮面ライダーブラック RX で、ルパンレンジャー VS パトレンジャー聞いていただきました。ありがとうございました。はい、ちょっとお水ください。ルパンレンジャー知ってたかな？知ってた？いや、大きいお友達はいいよ。はい、ちょっと今歌っててちょっと気になったんですけど、どうもね、横で司会のお姉さんがね、なんかすごくなんかノリノリで動いてるんですよ。なんかね、どうしても私も歌いたい、歌わせろって感じで見てるんで、せっかくなんでね、ちょっと司会のお姉さん引っ張り込んで一緒に一曲歌いたいなと思うんですけど、大丈夫ですか？3曲目知ってたなら俺歌ったし。何？さっきの3曲目知ってたなら歌ってたし。はい、ということですね、司会のゆきぞさんをちょっと巻き込んで歌っちゃいます。やりたいなと。歌詞通ったらごめんなさい。ちなみにこの曲、ゆきぞさんからのリクエストなんで、はい、間違ったら全責任は彼女です。そう、リクエストしてきながらリハで飛ぶ。はい、ちょっとですね、曲的にはあんまりメジャーではないかもしれないんですけども、はい、知ってる人は知ってる、知ってる人は知ってる曲ですね。仮面ライダーの劇場版の中からですね、吉川晃司と大黒摩季が歌いましたハートブレイカーという曲を歌いたいなと思いますので、もし知ってる方は、ね、一緒に盛り上がっていただけたらなと思います。それではお願いします。ハートブレイカー。Thank you.
満足した満足した満足したじゃあ司会へお戻りください。はい、はい、ありがとうございました。もう一度大きな拍手お願いします。はい、ね、こうやって皆さんと一緒に楽しんできましたけれども、僕のコーナー次の曲で、ラストになります。今来たばっかり。本当だな。はい、で次の曲なんですけれども、こうまたあのメドレーなんでメドレー好きかと思われるかもしれないですけど、決してそんなことないです。ただ時間がいっぱいあったんでメドレーやっちゃおうということで。はい、で次の曲はですね、あのもう平成も終わろうとしてるんですけれども、昭和の時代にあったアニメであったり特撮であったりをぎゅっと詰め込んだ歌があるんですが、それをですね、皆さんと一緒に歌いたいなと思います。もしかしたらあの子供たちよりあのお父さんお母さん、もしかするとおじいちゃんおばあちゃんの方がよく知ってるような歌がいっぱいありますので、もし知ってる曲があったらですね、一緒に口ずさんでいただけたらなと思います。それでは最後の曲聴いてください。懐かしくってヒーロー。ヒーロー熱く燃えろヒーロー、揺れを抱いてヒーロー、とわび叫びヒーロー、あれば放げちゅう。飛ばすなぎゅぎゅ、マジドルメオル、ルロルロロロ、やっつけるんだツボだ。悪魔の力身につけた正義の闇を、デビルマン、デビルマン。See you.
を気に使わせ明日はきっと何かある。果たす果たす